武藤清秀は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。織田信長の家臣として仕えた。通称は、宗左衛門、宗右衛門、宗右衛門、渡る平米。小西康秀。尾張馬寄世城主。尾張国出身と言われるが、信長に侵入するまでの経緯は、はっきりしたことがわかっていない。出自についても、 美濃国の時氏系の無投氏の一族や武蔵国から美濃国へ移住した藤原氏系の無投氏の一族などが、尾張国へ移住した無投氏の一族、または若狭国の無投氏の一族など、ではないかと言われている。信長に降った時期も不明であるが、元気年間という説が多い。1574年、越前国守護大である、桂田長都氏が、 越前一向一揆によって殺害されると、一向一揆に備えるため、清秀は、橋場秀吉、庭長秀らと共に、鶴ヶ軍へ出陣した。一向一揆軍が勢いに乗って、木の目峠を越えて南下しないための装置だった。一段落すると、不和工事と共に、鶴ヶ軍に留まって、軍の行政に携わる。1574年9月16日、工事と共に、 鶴ヶ軍採復寺に土地を寄進した文書が残っている。1575年3月、清秀は朝倉家休心、堀江影忠を鶴ヶに迎え、その幸福を信長に仲介している。6月、越前国衆、武部山根公への宛い上に添え場を発給している。8月、信長は越前の一行一騎討伐へ取りかかる。8月6日、信長入国のため、 清秀は、立石層中に清掃を命じている。敦賀に着陣した信長は、清秀の敦賀城に投入した。清秀は、敦賀軍により越前へ侵攻し、越前一向一揆の殲滅に貢献した。その後、秀吉、明智光秀、稲葉義道、細川藤高、万美重元、柳田広政と共に、我がに攻め入って、野美軍、江沼軍の南に軍を平定している。 信長は越前の国割を行い、清秀は鶴ヶ軍を与えられた。1576年7月6日、西福寺に対してランする者を捕らえて出すよう命令を出している。1577年4月15日、川船州に以前通り売買することを許可している。柴田勝家を長とした軍団には組み込まれず、清秀は独立した。 遊撃軍団の長として各地を転戦する。主に1577年奇襲征伐、手っ取り川の戦い、1578年寒気、白攻め、有岡白攻め等に参戦している。1579年7月3日、有岡白攻めの最中、付け城、小屋屋城にて休止する。清秀の死を聞いて、信長はその死を惜しんだと言われている。ありがとうございます。